こんにちは、速稼塾の久保です。今日の YouTube チャンネル解説はあのアイドルイクコさんにフォーカスしてみたいと思います。イクコさんはですね、最近20数年間勤められていたお仕事を辞められて、でこれからね、情報発信にしっかりと力を注いでいくということだったんですけども、今回はそのイクコさんね、チャンネルがもうちょっとでね、チャンネル登録1000人になるということで見ていこうかと思います。それでは画面を切り替えてこちらの方をご覧ください。はい、イクコさんですね。サムネイルもとっても可愛らしく作ってくださってて、文字が見やすいところも特徴かなと思います。でね、なんかね、可愛いんですよね。あのイクコさんのこの見てください、表情、いつも笑顔でとっても素敵なね、まあ、女の子だなっていう気がしますけども、多分ね、あの年齢のことは言いにくいんですけども、お子さんがいらっしゃる年齢でね、もうこうちゃんっていうお子さんも、もう大きくなってこんな感じでございます。左下にありますよね、こうちゃん、自閉症なんですよね。まあでもこうちゃんもそうですけども、いくこさんもとても明るくね、楽しそうに暮らしていらっしゃいます。いろいろとご苦労もあると思いますけども、その辺からにじみ出たその情報発信が、まあ1000人に近いね、ファンの方を掴んでるんだと思います。で、右上の方に並べ替えってあるので、並べ替えで人気順で見てみましょうか。はい、こうちゃんが出てくる動画が1番で、左上ですよね、 3.6 万回表示されています。4ヶ月前ということなんで、だから月間で8000回ぐらい見られてるってことですよね。こうちゃんすっかり人気者でございます。次、セブン銀行でのチャージ方法ですけども、これ PayPay ですよね。 PayPay って今すごいですよね。いろんなところで使えるようになって、セブン銀行もなんかこう提携するのかなということでございますし、どこまで経済圏が広がるのかね、すごい楽しみですよね。 3.5 万回、これ1年前ですよね。だからかなり早く PayPay に関して、興味を持ってこうやって動画作ってくださったんだなと思います。私最近ですからね、私チャンネル登録1万4000人もいてですね、 PayPay も毎日使ってるのに、 PayPay の動画ほとんど作ったことがなかったんで、このね、イクコさんに習って私も作っていこうかと思っております。で次、真ん中ですよね、こうちゃん18歳の誕生日が半年前にありましたということで、こうちゃんもすっかり大人の仲間入りでございます。やっぱりね、こうちゃんがね、かなりね、人気なんですよね。だからアイドルイクコさんと私言ってるんですけども、アイドルこうちゃんとも言えるのかなと思います。はい、でね、こちらの動画ちょっと再生させてもらいますね。はい、ちょっと画面切れちゃいましたけども、すいません、画面の指定範囲をね、短くしてますんで、イクコさんね、とっても話聞きやすいでしょ。それでおしゃれなんですよね、とってもね。このイクコさんの家庭とか家族ってものがものすごく温かく穏やかなものに満ちてるなっていうふうに私は感じることができるんですけども、まあきっとね、それを支える、まあ、ご苦労とかもあったと思いますんで、その辺これからいろいろと見ていきたいと思いますね。でチャンネル解説にもう一回戻りますけども、再生数の多いのはこうちゃんとか、それから自閉症っていうキーワードですよね。やっぱこういうことに悩まれてる方って多いと思うんですよ。特に日本みたいなね、こういった衣食住はとりあえず大丈夫みたいな国になってくると、今度は生活の質とかね、それから一人一人の気持ちの問題とか、それをどういうふうにケアしてあげるのかっていう家族の問題や社会の問題がとっても大切になってきます。まあ、イクコさんはそれに対してこうやってね、動画の方でメッセージを出してくださってて、それでとってもね、語り口調も先ほど聞いていただいたように穏やかですし、まあ本当可愛いらしいですよね。私がこんなことね、連発しちゃ申し訳ないかもしれませんけども、ためになる動画が多いのは子育てのこととか、特に自閉症の子育てについてどう思うかとかね、こういったところですよね。で再生数も結構安定していらっしゃって、ファンの方も多いのかなというところで、チャンネル登録がもうちょっと1000人になるというところでございますね。はい、ちょっと解説は短めなんですけども、キーポイントは一つですよね。お子さんの成長の過程、自閉症のこうちゃんというね、お子さんの成長の過程を結構記録しているものが多いかなと思いますので、こういったね、家庭環境にいる方とかは非常に参考になるなと思いますし、そうでなくてもね、どういうふうに人と人として接していけばいいのかってこと、かなり学びになると思いますんで、私結構好きなんですよ。でそれでね、これから
このイクコさんに私がほのかに来たりすることは、あのイクコさん、うん、やっぱこう18歳の男の子をね育てているお母さんじゃないですか。でお母さんから見て息子さんの思春期っていうのをどういうふうにね考えてるのかってことで、いろいろとためになるんじゃないかなというところがありますんで、恋愛とかね、あと生活とかね、人生とかね、将来とかね、こういったキーワード、思春期の男の子にはいろいろつきものだと思いますんで、そういったことについてこう動画とかが出てくるのかなとかね思いますね。あの本当イクコさん見てると、お子さんがね18歳になるととても思えないぐらいすごくお若いんですけども、あのでも立場を変えてみると、やっぱりお母さんっていうね、一人のこうちゃんっていうね男の子を育て上げたお母さんという面もありますので、そのたくましさをいろんなところに取り入れていきたいなと私思いますんでね、そういった子育て考察ですか、それから対人関係とかね、どういうふうに社会をイクコさんが見てるのか、そしてこうちゃんと一緒にどういうふうに世の中を見てるのかってことをね聞いてみたくなりますね。ということですね、今日の解説は本当にイクコさんの、動画、イクコさんがチャンネル運営してるんですけども、そこにこうちゃんっていうねタレントさんをね、こう出してきてるところがとってもチャンネルの魅力の秘訣なのかなと思いますね。これからも楽しいチャンネル、ためになるチャンネル期待してますんで、更新していただければと思います。でいつも見てますんで、イクコさんこれからもよろしくお願いします。はい、ということで今日はイクコさんのチャンネル考察をしてみました。たまにね宇宙人の話題も出ますんでワクワクでございます。それでは本日は以上です。